霊が見える、霊感がある、言うだけはただだ。この人は本当に見えてる人なんだと俺の母が実感した人がいた。母の職場仲間のあるおばさんの話なのだが、そのおばさんはいわゆる見える人だというのだ。今まで様々な場所でこの世のものではない何かを目撃しているというおばさん。このおばさんが見たという場所の一つに、祖母の実家近くのバス停の話があった。公民館の前、道を挟んだ場所にバス停がある。おばさんはこのバス停に立つ5人の老人を見た。誰も彼も皆青白い肌で、目はどこか遠くを見つめるように横一列に5人並んで道路の方を見ていたのだという。おばさんは一目見て、老人たちはこの世のものではないと分かったそうだ。その話を聞いた母は身震いがした。これは地元の人間にしかわからない話なのだが、その公民館が建設される前、そこには墓地があったという。気配を感じることがあるという母も、その一帯はあまり好きにはなれないらしいが、ああこの人は本当に見えている人なんだ、母は思わずうなずいたという。